はい、どうも、白石秀則でございます。マーゼルさん、今日もね、発表が続いております。ニュース、楽天ファッション×マーゼルパレードキャンペーン決定、楽天さんとコラボですかね。ちょっと見てみましょう。こちらですね。楽天ファッションマーゼルパレードキャンペーン。エントリー&5000以上購入で応募可能ということですね。A 賞が、ライブレポーター。オフィシャルライブレポーター。観覧エリアご招待。メンズ衣装がメンバー直筆サインパレード告知ポスターでキャンペーン特典何これオフィシャルライブレポーターって何するんですか。コメントの方で皆さん教えてください。直筆サイン、ほうほうほう、お楽天さん、大手の楽天さんといいですね。なんせ、エントリー楽天ファッションで5000以上買い物して応募できるということかな？そういうことかな？そういうことでいいのかな？応募するには、これね。まずキャンペーンにエントリー。エントリーをして、楽天ファッションで、1注文あたり5000以上購入する。そして、当選通知、出欠確認フォームが届くと。相手も楽天ファッションから買って、どういうこと？どういうこと？なんせ、直筆サインか、直筆サインだからね。直筆サイン入りポスターね。オフィシャルライブレポーターね。ね。当日は、マーゼル、パレード、ハッシュタグをつけて、SNS で、シェアオッケー。すごいね。記事にも載ってたんですが、海流、直也、隼人、英樹によるファーストデートっていうのかなと、蘭生と龍騎タクトによるアントノーファン、ユニット曲も出ますね。レイちゃんとのコラボの曲もありますね。いやいやいや、ますます楽しみ。なんせ楽天とコラボ、そしてユニット、ね、こちらの方、どんどん情報が出てきております。レイコとコラボ、そして英樹のラブソング。楽しみです。というわけで今日ね、出た情報をこう、上っ面だけですが、さらっと共有したいと思います。白石秀則でした。